あ、で、京マフについてのお話なんだけど、京マフに関して、一応ね、何が来るかはわからないんだけど、個人的にね、まあ、ここで新規イベント情報は出ると思うよ、さすがに。まあ、一応ここにね、ゲームに関する情報みたいなこと書いてるんで、まあ、さすがになって感じは俺はする。ここでゲームの最新情報出なかったら出なかったらでえっていう話になるんで、多分ゲームの最新情報は出るんじゃないかなーって感じかな。ただ出るとは思うんだけど、めっちゃゲーム情報が出るかって言われると出ないと思う。その理由として、今回の配信がさ、11月10日から、あ、11月じゃない、11時10分から11時50分っていうのでくっそ短いんすよ。基本の生放送って1時間とか下手し2時間ぐらいあったりするのがメインなんだけど、今回は京マフっていうことで40分の配信しかないんで、初めの挨拶5分ぐらいで、なんかいろいろのトークで20分ぐらいで、 FGO の最新情報が出るのが15分ぐらいってことを仮定して、まあタイトルが出るかとか、次のイベント概念例想だけ紹介しときますみたいな、そんな感じになるんじゃないかなーって俺は思ってる。まあちょっとした情報が出るっていう感じかな、個人的にね。で、まあ出る人からするとわかんないんだけど、大久保さん、高橋さん、田中さん、ここはもうカルデア放送局の人だね。で、伊藤健人さんが若森だったっけ？まあ、もしかしたらここに出てる人たちが何らかしら関わってるイベントになる可能性っていうのは十分にあるのかなっていう感じで、そうだね、その出るとしてもやっぱりチラ見せぐらい。ただね、情報が出ない可能性っていうのも十分にあるんで気をつけてください。はい。で、もし仮に情報が出ないならば、情報が出ないならばどうだろうな。9月はイベントない可能性っていうのは十分にあるかも、個人的になんだけど。一応今回のキャンペーン、巡礼の祝祭が3日前にあって、日曜日にオルガマリークエストがあってってなると、まあ、1週間稼げるかっていうので20日かな？ 20 日ぐらいからイベントが始まると思うのよ。これがなかったら、まあ、そういうことになるね。っていう イベントがない可能性っていうのも十分にあったりするから、ちょっと怖いんだよね。で、よくよく見たらもう9月も半分過ぎてるんですよね。さすがに20日から始めないとやばいと思うんだけど。で、20日からもし仮に始めたとして、1、2、3でしょ？ 1、2、3、あ、こっちか。3だから11日でしょ？ 1 週間空いて、25から、18からか、ハロウィン。まあ、いろいろあったりすると思うけど、さすがに9月にイベントをやるならば、何らかしらすると思うけどね。この20日までにね。20日までにさすがにイベントやると思うので、そこは期待したいっていう気持ちがやっぱりあるかな。で、イベント、どれ？何来るの？っていうのがあると思うんだけど、これはもうシンプルに新規イベントが来ると思う。で、その新規が何来るかどうかは全くもってわからんです。わからんけど、まあグダグダ、それ以外だとセイバーウォーズ3らへんが妥当なんじゃない？もしくはサメちゃんとかのイベント、ハンティングクエストでね、サメがずっと出てきたと思うんですけど、あいつ関連のイベントが来る可能性っていうのがあるから、そこかなーっていう感じかな。ただ、そのサメちゃんに関してはどっちのどこのフラグかがわかんないんだよね。その、2021年のダヴィンチちゃんのイベントでサメちゃんって初めて敵として出てきたんだけど、あれが復刻する可能性っていうのも十分にあると思ってるのよ。ただ、運営復刻しねって言ってるから、まあ多分ないんだろうなーって思ったりするし、まあ新規イベントが一番濃厚なんじゃないかなーって俺は思うけどね。ガチャスケジュール的に20日のみ12時59分で終了らしいから、20日からメンテ来るんじゃない？みたいなこと言われてる。これかな？
あれこれは17時59分やね。ああここね、確かに青王のやつだけ12時59分に終わるって書いてるね。確かにこれ20日からイベントが来る可能性っていうのは十分に濃厚かもしれない。あとはどうなんだろう、俺これちょっと気になるんだよな。この iOS17 のアップデートがあるじゃん、これが20日に来るっていうことではない？まあ iOS17 への対応は今後のアップデートで実施予定って書いてるんで、対応完了まで17にしちゃダメだよって書いてるんで、そこだけ注意してください。まあただ確かにね、この感じだとまあ20日にするっていうのが、新規イベント来るっていうのがやっぱり安定な気がするから、まあそこら辺に新規イベント復刻関連が来てくれるといいなーっていう感じかな。ただ復刻はさっきも言った通りダヴィンチちゃんのイベントだと思うんだけど、来るとしたらね、オキタオルタとか復刻来たし、まあないだろうな、どうせないだろうなーっていうのがあるんだけど、どうなのか、まあそこは楽しみに待っておくっていうのでいいんじゃないかなって思うんだけど、あーけどそうだね、一応サムライレムナントが今月の下旬に販売されるんで、そのこと考えるとサムライレムナントキャンペーンはあるだろうけど、サムライレムナントに関するイベントはさすがにないと思うからな。サムライレムナントをやってくださいっていうので1週間ぐらいのなんかちょっとした軽いイベントだけやって、まあ実質虚無期間になるみたいなのは十分にありえる可能性っていうのはあるかな。 iOS17 は確か19からリリース、あーだったらワンチャン19からリリースならば、そのリリースに合わせて一応ここでメンテナンスが入るから12時59分終了にしてるとかはあるかもしれないね。まあただ20日からさすがに始まるっしょ。始まらんかったら俺はびっくりしちゃうよ、さすがに。おい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 っていう話になるからな。19に終了だもんな、こっちのやつは。確かにな、ほとんどのやつが17時59分って書いてる中、青王だけ12時59分終了っていうのはめちゃくちゃ気になるから、まあさすがにイベントやる、この日にイベントが来るんでしょうきっと。楽しみに待っておきましょうよ。ただそうなった際に、明日は特に何もなし、17日京マフ、18、19、まあイベント待つ、20日からスタート、まあ程よくリンゴとかも貯めれたりとかするから、いい感じにストーリーやっていない人はストーリーやって、でそれ以外の人はまあ聖堂のリンゴ食べるとか、あ作るとか、なんかそういう感じでいろいろやっていくっていうので良さそうだなって感じかな。イベント開催しても侍行くんじゃない？行くでしょ。だってイベント仮に20日からスタートしたとしても1週間ぐらいでイベント終わるから、まあ普通にできる期間っていうのはあるよな。まあ僕はちゃんと侍レムナントやります。あーで侍レムナントに関しては、まあ一応今配信のねなんか許可みたいなのが公式で発表されてないんで何とも言えないんだけど、 YouTube じゃなくて Twitch でやります。 Twitch でグラグラ録画しながらやって、それの実況だねを編集したバージョンをとりあえず YouTube に上げよっかなって思っているので、どうぞよろしくっていう感じかな。とりあえずね、